YouTube をご覧の皆様こんにちは。フレックス ISM 南大阪店営業三崎です。今回ご紹介させていただきますお車こちらになります。はい、こちらのお車新車ハイエースワゴンジェルで、内装がベースシートで、お車のお色特設カラーライトイエロー、こちらのお車ご紹介させていただきます。で、まず早速フレックスのカスタム内容なんですけれども、この迫力のある感じですね。グリルとトヨタエンブレム、ごめんなさい、でヘッドライト、フロントバンパー、こちらすべてマットブラックで塗装しております。で、それと、メーカーオプションなんですけれども、トヨタセーフティセンス、パノラミックビューモニターのカメラ、そして前4点パーキングサポートブレーキで、 LED ヘッドライト、 LED フォグランプ、こちらすべて装備済みとなっております。はい、でこちらのお車なんですけれども、車高1インチ新品ローダウンキット使ってローダウンしております。通常純正よりも 2.5 センチぐらい低くなっております。なんですけれども、こちらフレックスオリジナルのオーバーフェンダーマットブラック、こちら取り付けることによってちょっと下がった見た目になります。でタイヤホイールなんですけれども、オーレンカウンタークラシックオーバルとディーンカリフォルニアシルバー、こちら16インチセットで取り付けしております。はい、でリアですね、リアももちろんバンパー、エンブレム、ガーニッシュ、こちらすべてマットブラックで塗装しております。でバンパーなんですけれども、パーキングサポートブレーキ4点で、一番上にはデジタルインナーミラーのカメラ、こちら取り付けございます。はい、こちらワゴンジェルになりますので、左側パワースライドドアで、反対側に小窓が1枚あります。でした、内装どうぞ。はい、車の外装と相まって中身もクラシカルで可愛い感じになっております。で前席フレックスオリジナルシートカバーキャメルで、こちら取り付けしております。はい、でこちらの車なんですけれども、ちゃんと後ろのお客様用にカロッツリアのフリップダウンモニター取り付けございます。でフロントのナビ、こちらもカロッツリアで、で最新型の9インチのナビとなっております。でもちろんバックモニターとパノラミックビューモニター連動施工しております。でこちらデジタルインナーミラーですね。はい、でハンドルとシフトノブ、フレックスオリジナルの木目目タイプ、こちら取り付けしております。でもちろん ETC 装備済みとなります。はい、いかがでしたでしょうか。外装内装ともに可愛くクラシカルな感じに仕上がったお車、当店入庫してきましたので、気になった方はぜひ当店の方までご来場、お問い合わせの方お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。